Hello, konnichiwa. I'm Kuniko Yamamoto. I'm originally from Osaka, Japan, but now I live in the United States doing storytelling with origami. 人々が寝静まった深い夜のことでした。夜のお寺の鐘はすっかり止んで、高い空にあるのは美しくきらめく星があるばかりでした。時計は見ていませんでしたが、多分深夜の12時ぐらいだったと思います。私は外に出て、空を眺めて座っていました。すると、どこからか、ひそひそ声が聞こえてきます。細い細いひそひそ声。幼い赤子のような声でした。一体どこから来るんだろうと思って、見回して、耳を澄ましてみると、塀の陰の草畑から来る声でした。あいぐう、あいぐう、蜜の餅はできていないんだけれども、どうしよう。それは小さな紫のスミレの花の霊の声でした。心配しなくても大丈夫。お餅は全部作っておきましたから。それよりも、明日来る鳥の演奏家さんたちの場所はどうなったのかしら？一体どこにすればいいのかしら？何を言っているの？そんな会話は紫のツツジの花の霊と黄色の木の枝のモミの木の枝の霊でした。何を言っているの？鳥の演奏家さんたちが来るのはあの家の上の2階と決めたじゃない。忘れたの？そして黄色のモミの木の枝は見上げて、あら、桃の木の方たち、まだ新しいドレスを着てらっしゃらないの？そして鳥の演奏家さんたちの場所は全部片付いているの？大丈夫、全部片付いていますから。あとは私たちのピンクのドレスのアイロンをかけるだけです。そして、下の方はどうですか？準備はできていますか？桃の木の霊たちが話しかけました。そして下はというと、ツツジやレンギョウの花が美しく埋め尽くしています。夜が明けると、いい世界が来ると。大きな祭りの準備をみんなで忙しくしている最中でした。翁草は梅雨のお酒を作り、蓮葉はというと、舞踏場の黄金色の帳を張り詰めるのに大忙しでした。一台の小さな人力車がランタンをつけてやってきました。シャフはカエルです。中から出てきたのはスズメの子でした。花たちは一体何が起きたのだろうと集まります。スズメの話によりますと、ツバメとヒバリはもう準備ができているのですが、カッコは喉が痛いと言って明日は来れなくなるかもしれないということでした。明日、カッコが来れなかったらどうしたらいいんだろう、どうなるのだろう。いい蜂蜜を瓶の中に入れて薬にして飲ませなさいとスズメの子に持たせました。スズメの子はその瓶を持ってまた人力車に乗って帰っていきました。スズメが帰ってしばらくすると今度は自転車がチャリン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 コーと自転車が飛んできました。足の長いツバメでした。ツバメはもう5月だというのにまだ眠っている花や虫たちを起こしてきたのでした。お疲れ様でした。ご苦労様でした。ツバメは梅雨のお酒をいただいて、喜んでいました。
一匹の蝶がやってきて、皆さんにお伝えすることがあるとのことです。蝶たちはみんな舞踏服を着て、もう夜明けを待つばかりです。そして飛んでいきました。すべての準備が整い、もう終わろうとしています。空には美しい星が明日は晴れるよと告げるかのようです。静かでのどかな新しい5月の初日の世界が広がるところです。夜明けの4時ごろでした。日が赤くなる前にひばりはすでに空高く飛び、銀の鈴を鳴らしました。それを聞いて花たちはドアを開けてニコッとして、スズメは大きな太鼓を背負って、ツバメは長い笛を持って席に着きました。華やかな舞踏服を着た蝶たちが群れをなしてお祭りの中に入ってきますと、急に場が鮮やかになりました。昨日まで喉が痛いと言っていた格好も新しい黄色の服を着て人力車から出てきました。それを見てみんなどれだけ喜んだことでしょうか。一年中でも一番鮮やかな日差しが照らし始めました。桃の木の上、花の陰で鳥たちは一斉に歌を歌い出し、蝶や花たちはみんな踊り出します。よー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 、喜びのあまりに芝桜や柳の葉まで踊り出しました。よー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 さーのよーよーさーのよーよーさーのよーよーさーよーよーさーの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 よーよーさー。楽しい春の日でした。いい一日でした。この春日和に人々は集まり、あいご、桃の花はいつあんなに満開になったんだろう。こんなたくさんの蝶々たち、一体どこから来たんだろう。もうすっかり春が深くなりましたね、と話しながら見ていました。5月1日はまさに新しい世界の始まる初日でした。I like to express my deep gratitude to the people in Korea and the country's government that made this special storytelling possible. It's been an honor to tell this happy, inspiring story. Thank you, Mr. Hong Jung-won. 本当にありがとうございました。